こんにちは、ゆめみです。今日は皆さんに自然と腹式呼吸になって、さらに声帯を柔らかくストレッチする、そんな方法をシェアしたいと思います。今日はよくあるアイテムを一つ使っていきたいと思います。こういったよくあるストローです。まず楽にこれを軽く口で加えます。で、鼻から吸って、ろうそくをふーっと消すように、こんな感じで息を通していきます。ちゃんと、ここに息が通っているか手で確認してみてください。それができたら、次、うーという言葉を流しながら、このストロー自体を振動させながら空気を出していきます。こんな感じです。これを5秒ぐらい続けてやっていきます。ちゃんとこれが振動しているか、でちゃんとここから息が流れているかです。でここから息が流れてない人は結構鼻から息が漏れちゃって、鼻から息をうーんって出している状態なので、ちゃんとこのストローの中に息が通るようにチェックしてみてください。結構うーっていう声が曇った感じになります。それが正解です。で鼻から吸って、この時自然と腹式呼吸になってます。ので楽に鼻から吸って、口から吐き切ったら鼻から吸って、これだけで結構腹式呼吸ができているのと、息がまっすぐ同じ量の息が流れることによって声帯がいい感じでマッサージされているとイメージ持ってください。次、このふーっていう音を低いところから高いところに持っていきます。次は高いところから低いところに、こんな感じでストレッチしていきます。この時もちゃんとストローが振動しているかと息が出ているかをチェックしながら行ってください。あまり力入れてうーって言わずに、楽に裏声を発声するイメージで流していってください。これを往復1回としたら、だいたい30回くらい遊びながら毎日やると、腹式呼吸もできて、さらに声帯をマッサージしてすごい息の流れが良くなるので、声帯にはすごいいいトレーニングになるかと思います。実際そのポリープの手術をした後とか、結構その声帯に何か違和感がある人とかの、手術とかの後の声帯結石とか、結構声帯のポリープを取った後とか結節ができた後のトレーニングとして、実際そういった現場でもされているトレーニング法なので、すごい安全で、しかも整体にはすごいいい、トレーニング法になってますので、皆さんもぜひ日々こういうトレーニングを取り入れながら整体と、いい関係を築いてもらえたらなと思います。ではまた。